Hey guys, スポーツラジオ TV。 元気があれば何でもできる、元気があればパチンコも打てる、そんなあなたはジョンガザラシということでやっていきましょうね。これな、撮影前やねんけどな、ちょっと痩せたな。塚急にもなんかお前心配やわって言われてんけど、まあでも大丈夫なんよ。てかどれほど痩せたんかなってちょっと携帯で見てみてんけどさ、やばいぐらい痩せてたわ。ちょっと今画像出すわ、調べるわ。なんかまあまあ見た感じでいいねんけど、やっぱちょっとな、あれなよ、この辺の張り具合とかもしっかりしててな、太ってるわマジで。痩せすぎたモンスタージョン TV や。やばいな、本当に。こんなに減るつもりじゃなかったんやけどな。ちゃんとほら、もう体はしっかりしとる。ほら、体しっかりしてるやろ。そう。で、よくあるんよ。コメント欄とか、ツイッターのメンションとかで、痩せすぎて心配とか、これ以上痩せないで、こう、健康でおってほしいみたいな。全然健康やから大丈夫やし、俺は楽しんでやってるから、全く心配かけてない、心配しないでくれ。わかったか、お前ら、モンスタージョン TV！ はい。まあ、ジョンがなぜこんなに痩せたかっていうのを今回考察していこうと思うねんけど、結論、半年ずっと毎日ダイエット頑張ってたからやな。モンスタージョン TV！ 糖質制限してたけど、そっからケトジェニックダイエットになって、筋トレも始めて基礎代謝しっかり上げて痩せたわけで、はい。こうやって変わることはできるんだ、人間はっていうのをジョンは見せつけたってわけ。わかるかな？はい。あとなんか言うことあるかな？モンスタージョン TV！もうないな、あんまり。モンスタージョン TV! あと他になんかジョンが毎日頑張ってほしいと思うことあったら言ってほしいわ。その方が嬉しいわ。今結構このダイエットもなんかやりきった気分になってるから、次なんか頑張ることないかなって探してるとこやねんけど、パチンコ打つことぐらいしか考えられんな。まあ、やっぱり毎日頑張って自分がこうやって変わったりするのはすげえおもろいことやで。おもろいことやし、自分のこと好きになれるから、それにみんななってほしいと思う。ジョンはもう今自分のこと大好きよ。モンスタージョン TV！ こうやって頑張って成功するやつ、こんな本気で頑張れるやつなんて多分100人に1人、もっと1000人に1人ぐらいかもしれないけど、それで頑張ってるから好きなんよ。モンスタージョン TV！昔はね、レジリカのハンバーガー食いまくってめっちゃ太ってましたけど、そんな自分を変えた自分が好きや。幸いな、俺らはやっぱしっかり見られる立場であるから、なんかこういいことあったら褒められるし、悪いことあったら怒られるし、まあ、そんな環境やけども、まあ、みんなそうじゃないと思うよ。あまり周りの人がそんな人が多いわけでもないと思うし、あったとしても大学のコミュニティ、会社のコミュニティやと思うねんけども、自分で頑張っても褒めてくれへん思うんだったら、自分で自分をいっぱい褒めろ。それしかやることない。いっぱい褒めろ。モンスタージョン TV！ 自分が自分を褒めなかったら誰が褒めんねん。モンスタージョン TV！ 誰が自分を喜ばせんねん。そういうことやな。だからもう全然友達にちょっとうざいかもしれんけど、俺こんだけ頑張ってんで褒めてやってやってもいいと思うし、承認欲求って結構大事やからな。という意味でも、やっぱ褒めろ。モンスタージョン TV！ 自分を褒められるように生きろ。褒められるためにはどうすればいいかっていう生き方も大事。自己満でやるのも大事。とにかく、何もしないのが一番やばいからな。モンスタージョン TV めちゃくちゃいい話してるぞ、今。まあ、体はもう全然まだ鍛え上がってはないですけども、フィジークの大会とか、ワンチャン出てみようかなと思います。モンスタージョン TV でした。ちょっと痩せすぎたな、マジで。